えー、こんにちはくんです。ってことで、えー、今回ね、なんと、ちょっと、これ買ってきまして、これ。これでね、おし、ジャンプの、最初のね、これなんか、アンケートみたいな、週刊少年ジャンプの、こう、アンケートっていうのがあって、それのですね、読者アンケートのね、こう、裏側にね、どうっすかこんな感じで、なんと、えー、ゲーム実況動画を見たことがありますか 好きなゲーム実況者を教えてください。三つまでの中に、え、なんと、えー、くんさんが入っていました。なえ、これね、ちょっとね、嬉しいね。ちょっとこれ、俺今まで結構、その、そういう公式のさ、イベントとか、そういうのあんま興味なかったんだけど、まあ、なんかちょっとさ、こういう、なんだろう、ジャンプとかみたいに関係ないものに乗ったりすると、と嬉,嬉しいね。で、他におった人、 えー、赤髪の友、アブ、MSSP プロジェクト、牛沢、カズ、ガッチマン、アニジャオトジャ、キリン、くんここでくんくんのがすげえなー <laughs> おい、みんな 9, 9番だぞ、9番。9番書いて送ってね。小島店員、最終駅、俺たち、セイキン、東海名、都市造、ナポリのお友達、幕末志士、はじめ社長、ヒカキン、富士工房、ペイント、ポッキー、ホラフキン、もう、ホンダ、田翼ホンダ翼ってゲーム実況なの <laughs> おおおおおおおー、お,ーお,ーお,ーおーどういう基準なんだろうこれよくわかんないね。うん。で、ゆきりぬゆきりぬゆきりぬってなんかあの高学歴の子だよねなんか、あの、横国の。うん。ゲーム実況じゃなくねど、うどうしたこれゆきりぬさんってゲーム実況だったのまあわかんないけど、はい。もこさんもいる。はい。そんな感じで、え、でゲーム実況を見る理由を教えてください。 好きなゲームだから実況者が好きだから実況の企画性が面白かったから購入の参考にしたいから攻略の参考にしたいからゲームは自分でやらなくても実況で十分だからゲームのストーリーを追いたいからこれどういうねなんかこう流れを知りたいのかなこう世間のこれジャンプね初めて買ったんですよえー私ね漫画に月5万から10万くらいかけてるんだけど 俺ジャンプの,この雑誌を買ったのが初めてで、ヤングジャンプも買ったことない。俺、雑誌、漫画雑誌俺買ったことないね。うん、漫画雑誌買ったことないんですけど、今回初めて買いました。えー、ジャンプ買ってはどうでしょうか <laughs> 意味わかんないな <laughs>。意味わかんない。お前、す、進めてんのが進めてるのがどっちなんだみたいな感じだけど、えー、っと、俺ね、漫画ね、めっちゃ読むんだ。めっちゃいっぱい読む。 あー、結構メジャーなところで言うと、最近ようやくキングダムを読み始めました。え、なんでキングダム今まで読んでな、なんか逆にね、キングダムレベルだったら読むだろうという風なところはあると思うんですけど、映画化されたということじゃなくて、あの、だからそろそろね、読まないとまずいんじゃないかと思って、もう永久に読まないなと思ったら、俺の中で永久に読まないシリーズとして、あの、ワンピースとかもあるんだけど、あまりにも長すぎてもう読めないみたいな。 あの読む気が薄るっていう。ドラゴンボールとかもまあそうだよね。で、ンワンピースも、あと、なんだっけ、ブリーチも読んでないんだ俺。<laughs> あの、メジャーところ全然読んでないんだけど、えー、漫画を読んでる量に関しては、えー、YouTuber の中でも結構トップクラスに漫画にお金をかけてる自信はあるかもしれないです。えー、全部電子書籍でね。えー、まあ電子書籍で買えないもの買えないジャンルについては、えー、電子書籍で買ってないんですが、えー、 基本的に電子書籍で5万から10万ぐらい請求が毎月クレジットカードに来てますえーとなんか俺気になっちゃうんだよね次がどんどんだから買っちゃうんだけどただ長くなりすぎると飽きちゃうあのキングダムをね俺42、ね、巻ぐらいまで買ってるんだけどもうそろそろ力尽きつつあるでなんでキングダムを読んでなかったかっていうとあの絵柄は別に俺好き嫌いはなかったんだけどもう最後の結末を知っちゃってたから あれってね、こう、春秋戦国時代って、あの、実際にさ、真の始皇帝が即位するまでの話じゃん。だから、なんか見えんじゃん、結末。で、あの、なんかいろんなこう、結末とか、あ、この事件が起こって、この呂不韋が、えー、っと、ちょっと失脚しちゃって、みたいなのも全部知ってるから、あの、俺、その時代の話をさ、あの、好きで、その小説とかで読んだりしてたから、知っちゃってて、 それのせいで、ネタバレされてんだよね。セルフネタバレされてて、あ、あ、この後こうなるんだとか、えー、あと、まずいことに、俺、シンが誰なのかシてあのし、主人公ね。を、誰で、これ誰がモデルなのかなと思って調べたら出てきちゃって、で、それも、そいつのなんか活躍ぶりもちょっと見ちゃって、<laughs> あー、みたいな。あ、そっかー、みたいな。あと、教会とか。 もう、実際、実在したんだ。あの、えあの、女性ではなかったんだけど、ちゃんといて、あの、活躍もこういう風にね、活躍したみたいな。あの、最近映画化されて、まあ、あの、出てると思うけど、まあ、実際は異民族ではないんだけど、ヨウ・タンワちゃんとかも、あの、出てるんだ。あの、実際の人物なんだ。あの、あの異民族とかではなかった、ああいう設定はなかったけど。まあ、そんな感じでですね、あの、ちょっと、 ネタバレされちゃってるから、俺の中でね。俺の中でだけネタバレされてるから、なんかちょっと読む気になれなかったんだけど、でも読んだら面白くて、でも、ちょっと40巻ぐらいになって、もう見えてきちゃったみたいな。もうそろそろ、あのー、ちゃんと歴史に残ったところに入りつつあるのね。今のところあんまり歴史に残ってないような、あんまこう記述がないような、 あの、区間だったから、なんとなく、あ、これどうなるんだろうって、多少ドキドキワクワクあったんだけど、もうなんとなく流れが見えてきた。えー、で、もう主人公のシーンも成長しちゃったから、あ、もういいかな、みたいな <laughs>。あの、進撃の巨人で、あのー、なんか巨人座国、なんか巨人がモブ化したじゃん。進撃の巨人も。で、それで見なくなったんだあの、もうあれがぐらいから無理だった。なんか、あの、なんだろう、なんか、 ん碧内の、なんか王様とごたごたやり出したぐらいから、もうだんだん見る気を失って、完全に心が折られたのは、えー、もう外の世界の話になった時。まあ、ちょっとネタバレになるんでこれ以上言わないですけど、外の世界になった時ぐらいからもう、まあ無理だってなったっすね。俺的には。<laughs> はい。<laughs> ということでね、えー、まあ、ちょっと漫画についてね、今日もう少しちょっと話していこうかなと思うんだけど、まあね、この、ジャンプ買ってください。 その前に、ちょっとその話をする前に、こう、ジャンプ買ってね、ちゃんと Q、Q をね、み、3つかくらんがあるんだね。好きなゲーム実況者これ全部 QQQ ってして送るべきだね。はい。えー、ということで、みんなジャンプを買いましょう。俺は多分、うんこれっきり買わないかもしれないけど。はい。えー、というわけで、最近俺が読んだね、中でこう、おすすめなね、ちょっと、漫画をね、少しお話し,しようかなと思って。で、まあ、 ジャンプにちょっと乗ってない系になってしまうんだけど、まぁ、あ、ちょっと順番に話していこうか。最近さ、少し話題になって、まぁ、あ、話題性も多少あるんだけど、あのー、ルパン三世のさ、あの原作者の人が亡くなったじゃないあの、モンキーパンチ先生。あのー、彼が亡くなってしまってすごくタイムリーなんですが、その、ルパン三世を載せる雑誌を作った人たち。まぁ、あ、その、もちろんモンキーパンチ先生が、 え、まあメインになるんだけど、その雑誌のね。で、そのメインになる人が、こう、どう、こう、ルパン三世っていうのができてきたか。当時は、めちゃくちゃね、こう、なんだろう、マイナーだったんだ、ジャンルとして。ああいう絵柄が。その今だったらさ、例えば、こう、大人っぽい絵柄とかって普通じゃん、割と。八頭身のキャラで、そこまでデフォルメ化してない。まあ、ガンツとかさ、みたいなのってさ、大人のキャラクターみたいなのちゃんとリアルに描かれてるじゃん。あのー、 まあ絵柄も色々さ多種多様になってきてるじゃない今ってでも昔はそうじゃなくてなんとなく手塚治虫テイストのこう漫画っぽい漫画みたいなのとあとはそのゴルゴ13みたいなあれ劇画って言われてたんだけどああいうイメージのまあどっちかぐらいしかなくてどっちかっていうとこう手塚治虫のがちょっと落ちてきて劇画が変わってきたかなぐらいのえーまあちょっとデフォルメ化されてるかあっち系かみたいな で、ルパン三世みたいにちょっとアメコミっていうか、ああいうのはなかったんだって。要は青年向け漫画がなかった。あの、子供向けの、こう、手塚治虫とかの、あの、少年向け漫画か、えっと、すごく大人向けの、ちょっとシニカルな、皮肉っぽい、あの、政治のネタとかが出る4コマ漫画。あの、大人はストーリー漫画なんか読まないと思われてたんだよね、当時は。で、そういう中で、こう、新しい世代の青年って呼ばれる。 20代の前半ぐらいを向けたに当てた、えー、漫画をね、えーまあ、作っていった、あのー、っていうその編集者の編集者と漫画のお話「ルーザーズ」っていう、あのー、漫画なんですけどねこれすごく面白いんで、まあ、そのルパン3世のモンキーパンツ先生が亡くなったっていう、まあ、タイムリー性もあるんだけどぜひちょっと読んでほしいなと思う感じです、えー、おすすめですね「ルーザーズ」。 はいでもう1個なんですけど、あのー、これもね、ちょっとマニアックすぎるといえばマニアックすぎるんですけどまあ、これはね、今回ね、紹介したいのちょっと少し大人向けの漫画ということで、あのー、卑怯者の島という漫画なんですよ。でこれがですね、まあちょ、ちょっと政治色が強いんですけど、小林義則さんっていう風なな、まあ、今、AKB おじさん、別名 AKB おじさんになってしまってるんですけど、小林義則さんっていう風な人が書いた本で、 まあ、彼すごく政治っぽいネタを書くんだけど、この卑怯者の島っていうのは、あの、まあ、太平洋戦争で、あの、こう、まあ、島で、その米軍と戦ってる日本兵の、す、まあ、人の、一人の日本兵の話なの。でも、全くこう、なんか戦争を賛美するわけでもなく、反戦的でもなく、こう、すごく、ちょっと、やら、あの、あ、やりそう、みたいな、 ことをやっちゃった日本兵なんだよ。みんなで、こう、突撃しようっていう時に、こけたふりしちゃうんだよ。あの、みんなでね、こう、すごい激戦の中で、もう最後突撃だって言って突撃をするっていう時に、よく映画でそういうシーンあるじゃん。映画とか漫画とかで。でも、こけたふりしちゃうんだよ。こてってこけたふりして、で、あ、自分は今、こけたふりしちゃったんだっていう、自分の中ですごい危怯なことをしたって自覚がある主人公が、 あの、その島の中で、こう、でも、あのー、仲間を裏切れないけど自分は行きたいみたいな、こう、そういう、こう、まあ、卑怯なことをしてしまった。で、あのー、他の人もちょっと卑怯なことをしてたりとか、ちょっとこう、おじけづいちゃったりとか、そういうこう、リアルな、あのー、まあ、なんだろうな、リアルな兵士というか、リアルな一人の男が戦争に行って、どういう気持ちで、 戦って、どういう気持ちで、まあ、いろんな人がね、そう関わっていく人が死んでいったりとか、それを見ていたりとか、するのかっていうのが、もう描写がね、もう精神の描写がすごく、こう、リ、リアルというか、まあリアルだね。すごくリアルで、あの、この精神の描写、戦争に関する戦争あの精神の描写が良かったシリーズとして、まあこれは少し、んー なんだろうちょっとヒロイックすぎるというかここまで腹くくれねえだろうなって思うんだけど特攻の島って言ってその特攻隊の、えー、回転って言っても潜水艦の,あの特攻隊って言ったらなんか飛行機でビューッて突っ込んでいくのを思う想像しがちなんですけどあの潜水艦で特攻するっていう風な。 あのー、のの志願をした人の話なんだけど、まあ、ちょっとこうちょっとヒロイックすぎるというかあまりにも勇者すぎる感じはするんですけどこれもなかなか精神の描写が良かったかな。うんあのー、こう戦争に反対するわけでもなく賛成するわけでもなくその,なんかその戦争の中での個人の心の動きみたいなのを書いた作品が私ちょっと個人的に好きで。 えー、もうちょっと大人向けでおすすめです。ぜひ読んでみてください。はい。えー、ということでもう次だね。三つ目。今回四つ紹介するんですけど、三つ目なんですけど、藤子 F 不二雄。あの、ドラえもん書いてる人ですね。の SF 短編集っていうのがあって、あの、これ多分ね、あの、ツイッターとかの画像とかでたまに出回ってたりするんですけど、あの、なんか、 ヒョロとかいう、そのなんか、よ、よくわかんないウサギが、ウサギみたいな宇宙人が出てきて、で、そいつが、あの、全く地球とちょっとず、地球人の感覚とずれた交渉を始めて、とかいう、こう、ツイッターでちょっと話題になったりとかした話とか、なんかね、多分見てたら出てくると思う。なんか、あの、ツイッターとかネットの画像とかで、あの、ワン、一コマだけ使われてたりとか、あの、するような、あの、なんちょっと、こう、皮肉で少し怖い話。 あの、ドラえもんの作者が書いたとは思えないようなね、あの、少し大人向けの SF っていうので、あの、藤子藤あ藤子 F 藤代先生の SF 短編集。まあ、これはね、短編集だから、どっちかっていうとね、あのー、イメージとしては、あの、星新一っぽいんだよね、小説の。星新一っぽいって言ってもわかんないかもしれないですけど、なんかこう、ショートの SF が、 を書いてる人で小説。まあ、その人も面白いんだけど、あの、ショートショートって言って、あの、すごく短い SF を書く人なんだけど、まあ、あの、それっぽいイメージと思っていただければ。あの、ただ一冊がね、ちょっと高いんですよね。これ話1000円ぐらいするんで、まあ、少し高めだね。まあ、ただ多少分厚いから360ページかぐらいあるっぽいので、多少分厚いので、まあ、そこはご愛嬌ということで、ま、ぜひ、ええー、まあ、買ってみてください。あのー、まあちょっとでも、あれかな、ちょっとマニアック、 向けかもしれないね。はい。あの、どっちかっていうと、俺、今日のおすすめの中では一番マニアック向けです。はい。で、最後なんですけど、これは、えー、ちょっと最初の冒頭のキングダムつながりで、そのキングダムの、こう、世界観とかすげー好きだなと思った人向けなんですけど、木工っていうですね、えー、漫画があってですね、元は小説なんですよね。元は小説で、まぁ、あ、ちょっと、漫画自体が多少古、古いんだけど、あの、 まあ、あの、キングダム読んでる人はわかるかもしれないけど、縁、あの、あってたじゃない真、蝶、儀、冠とかあって縁の話なんだよ。で、その、縁の中での一つの国が、真に攻められて、みたいな。蝶だったっけな、攻めたの。<laughs> ちょっと待って、ちょっと曖昧だ。そこは、ええー、どっちだ真だっけうん、真だね。真に攻められて、で、小説版だと、あの、蝶から攻められたりするんだよね。で、 えー、なんとですね、あの、真のキングダムで出てきた、あの、王戦とかが出てきたり、もちろん真の、えー、始皇帝になる聖とかが出てきたりとかですね、あの、なかなか、こう、なんだろう、すごく王戦が、え、こういうキャラなんだみたいな、キングダムでの、キングダムはこう、真目線だけど、その、木工では、まあ、主に、え、円の中の一国の、えー、まあ、目線で、えー、書かれるんですけど、その、どっちかっていうと、こう、城を守る側 あ,のあんまりこうキングダムみたいにこう国と国がこうバトルしてみたいな感じではなくてこう一つの小さな城がし攻められてそこを守るみたいなでそのもともと牧ってその牧獣の牧に攻撃の項なんだけどこれね確かね映画にもなってるんですよね映画にもなってるようなやつでまあ映画もまあ面白いんですけど映画は10年ぐらい前かな10年ぐらい前に映画になってるんですけどその牧師っていうその本当にいたこう 思想家なんだよね。その思想家の、えー、まあ、思想家の系譜を継ぐ、えーまあ、人の話で、まあ、キングダム好きだったら、まあ、ちょっと絵柄は微妙かもしれないけど、あの、キングダムに飽きたらちょっと読んでみても、そう、面白いかな。同じ時代を書いてるから、こう、別の視点で見れて面白いかなっていうふうに思います。はい。えー、そして最後ですね。 え俺今日何個紹介した ?1,2,3,4,5 個だね。5個目、えー。5個目なんですけど、まあちょっとここまでね、ちょっとコアな作品が続いたので、まあ、またコアな作品かもしれないですけど、えーま、ただ離婚してないだけっていう風な漫画ですね。あのー、なんか恋愛漫画かと思いきや、あのめちゃくちゃ面白くてただ離婚してないだけっていう漫画。あの、どういうストーリーかっていうと、もうすごい冷め切ったね、ご夫婦なんですよ。すごい冷め切ってて、あのー、旦那がね、 そのちょっと不倫とかしちゃったりするんだよ。で、あのその不倫のきっかけがあの、不倫しちゃうんだよね。で、その相手が、その、まあちょっとここからちょっと少しだけネタバレになるからあの、タイトルだけでこれ読みたいって思ったら、もうここから聞かないでください。ここから主張を切って大丈夫です。はい、どうも、おつでした。おつ。はいえ、ここからは <laughs> ネタバレコーナーなんですけどあの、若干のネタバレね、そのあらすじなんだけどそうう、不倫してた相手を、その、まあ、がちょっと、 おかしくなっちゃって、で、自分の妻と一緒に殺しちゃうんだ。勢いで。その、もう、その不倫相手が、なんかもう土地狂っちゃって、包丁、ナイフ持ってきて、刺、刺し殺そうとしてくんの。で、まあ正当防衛であるんだけど殺しちゃうんだよね。で、それで、夫婦二人で、それをなんとかして隠蔽しようとするのよ。その、これからね、その、確かに正当防衛とはいえ、罪に問われる可能性もあると。で、その、なんと、子供もできちゃったの。偶然、その、同じタイミングで。 同じタイミングで子供もできちゃってて、その奥さんにね。で、その殺人っていうのを、その犯罪を通して、それをね、あの二人で隠蔽することを通して、なぜか絆が芽生えていくっていう。その、何もね、こう、一緒の目標がなかったんだけど、犯罪っていう、犯罪なお殺人っていう行為を、こう、通して、えー、まあ、どん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 泥沼化していくんだけど、それを隠そう隠そうとして、二人で、こう、 頑張っていくっていう、謎の夫婦の絆あの、夫婦の絆というかもう、最後の方わけわかんなくなるんだけど、を書いている、えー、作品で、なかなかね、なかなかこう、いいですよ。<laughs> あの、なかなかいいです。ぜひ読んでください。あのー、今回紹介した中では一番ライトな、えー、作品かもしれないですね。はい、えー、ということで、えー、今回5作品紹介しましたが、何が言いたいかというと、 ジャンプを買って、えー、くさのこれ、応募したら何かあんのかなこれ、くんっていうのが多くなったら何かあんのかなんもないような気もするけど。はい。<laughs> ということで、はい。ぜひ、お願いします。びっくりしました。はい。おつ。